それは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。国を守る聖騎士たちは絶大なる魔力を有し、恐れ敬われた。だがその中で国を裏切り、全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。七つの大罪、待望の映画化。よみがえる残虐非道な魔人族、黒の六騎士ベルリオン。七つの大罪と激突。劇場版七つの大罪天空の囚われ人、8月18日全国ロードショー。第2弾特典付き前売り券発売中。